ジャイル・ジーニョこと、ジャイル・ベントゥーラ・フィリオは、ブラジルリオデジャネーロ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。1959年、15歳で、ボタフォゴの左ウィングとして、プロデビューした。ジャイル・ジーニョの本来のポジションは、右ウィングだったが、当時のボタフォゴの右ウィングには、彼のヒーローでもあったガリンシャがいたため、主に左ウィング、または、センターフォワードとしてプレーし、 ガリン社が不在時のみ、右ウイングを務めた。後にガリン社、右ウイングのポジションを奪い、リオデジャネイロ州選手権を4度制した。1974年に、フランスのオリンピックマルセイユに移籍したが短期間で、ブラジルに帰国。1976年に加入したクルゼーロで、同年のコパリベルタドーレスに優勝した。1964年、 怪我のガリニシャに代わって19歳で、ブラジル代表デビュー。2年後の 1966FIFA フフワールドカップでは、右ウイングにガリニシャがいたために、左ウイングとして出場した結果、本領が発揮できず、チームも敗退。大会終了後、ガリニシャが代表から引退したため、以後は、右ウイングとしてプレーする。1970年大会では、 ワールドカップ史上初となる初戦から決勝戦までの全試合でゴールを決め、ブラジル代表の3度目の優勝に貢献した。ワールドカップ6試合連続の得点は1958年大会のジュスト・フォンテーヌと共に大記録である。自身3度目の W 杯となった1974、FIFA ワールドカップでは2ゴールを挙げ、大会後に実質的に代表から退く 1982年3月3日、チェコスロバキアを相手に引退試合を行った。1999年、ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で27位に選出された。2003年にガボン代表監督に就任したが、2006FIFA フフワールドカップ本大会への出場が果たせず、2005年9月に解任された。 ブラジルのサンクリストバンを率いていた際には、当時14歳だったロナウドを見出した。2013年現在は、リオデジャネイロ近郊のファベーラで青少年に、無料でサッカーを教えている。ありがとうございます。